15番福井節子さんの発言を許します。15番福井節子さん。15番福井節子でございます。私は通告しています2項目について項目ごとに質問をさせていただきます。ご答弁をよろしくお願いいたします。まず質問番号1の放射能汚染チップに見る原発の課題でお伺いいたします。年が明けますと悲惨な原発事故から早3年が経過いたします。その原発事故の影響は報道で知り、避難者の方々からの声で伺ってきたものの、自らの実体験ではありませんでした。しかし今般放射能汚染木材チップが高島市内に持ち込まれ、阿戸川町、下小川、鴨川河口、河川敷に不法投棄される事案が発生し、直接に私たち市民が放射能に脅かされる事態となっています。そこでお伺いいたします。住民の最大の願いである早期撤去と現状回復は本当に可能でしょうか。市長と議長の連名で出した片知事への要請書に対し、11月25日、市長宛ての回答書が届きました。そこには、関係者が撤去の意向を示したとありましたが、撤去の実効性の確保に向けた折衝を重ねるとされ、確約されたものではなく、搬出の計画書も示されていませんでした。これに対し、議会はさらに年内撤去を強く求めて、全会一致の意見書を県に提出しました。対応した副知事は、地域の皆さんの不安が払拭できるよう、最善の努力をする旨の回答がなされました。市長は、年内撤去と現状回復、木材チップと置かれている土砂も含めた放射能汚染物の早期撤去、放射能の残存ゼロを確認するまでの現状回復を求めると発言をされましたが、これを譲らず、市民の願いに応える決意を持った行動を貫かれるかお伺いいたします。2点目に、市民の皆さんは、これは氷山の一角で、今や全国にばらまかれているのではないかとの疑念を持たれています。この汚染木材チップの処理をきちんと行わなければ、第2、第3の不法投棄も招きかねません。原発が一旦事故を起こせば、解決できない多くの放射能汚染物質が残り、処理もできないまま拡散し、国民に健康被害をもたらすことになります。これは国策として進めてきた原発の決定的な失策です。原発や放射能に対する国の安全対策や安全基準の曖昧さを残したままの現状が、こうした放射能汚染物質の拡散を引き起こしています。安倍首相は自ら国が責任を持って福島原発事故を収束させ、復興を全力注ぐとオリンピック招致の場で世界に公約しました。その実行を求めるとともに、放射能汚染物質の拡散を受けた市として、抜本的解決策を提起できる立場にある市として、確実な処分の実施と二度と起こさせない強い意志を持って、県とともに国へ働きかけるべきではないでしょうか。ご答弁をよろしくお願いいたします。15番福井節子さんの質問に対する当局の答弁を求めます。山田雄一市民環境部長。それでは副議員の質問番号1のご質問にお答えをいたします。まず1点目につきましては、去る12月5日、県は放置に関係した業者から鴨川河川敷に放置された木材チップを来年1月末までに全量撤去する旨の原状回復計画書が提出されたと発表をいたしました。計画によりますと、木材チップを県外に撤去するとともに、撤去作業終了後は県による放射能濃度の検査を受けた上で、良質度により整地をするとされているところでございます。これもひとえに市議会の皆様と早期撤去を要請して
し続けた結果であると認識をしているところでございます。今後はこの計画が確実に遂行されるよう動向を注視していくとともに、計画通りになされない場合は県に要請をしてまいりたいというふうに考えております。次に2点目についてですが、放射性物質に汚染された廃棄物等の処理につきましては、国の基準では焼却や埋め立て処分が可能とされているものの、実際は処理することは困難であることは今回、高島氏も経験したところでございます。一旦放射性物質により汚染されると、その処理に困難をきたすことが明らかであることから、今後機会を捉えて国に対する廃棄物処理の取り扱いやルール化等について県と協議をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。議長。福井節子さん、はい、ご答弁をいただきましたけれども、一定 の私が質問通告をいたしましてから、一定の前進も見られたところでありますけれども、撤去工程が示されて、それから12月7日には市民説明会が開かれました。で、地元 の区長さんとか近隣のお住まいの方からは、まあ、12月末までということでね、市長なども言ってもらったけども、1月までの工程となっていると。しかこれも冬季で積雪もありますし、風の強い日もあるから仕方がないと、この1月までかかっても仕方がないけども、とにかく確実に進めてほしいと、そういう意見が出されていました。で、これは本当に直接被害を受けた住民の立場としてはもう当然のことだというふうに思います。市長も発言をされまして、この県からの工程表の提案を受けて、まあ、議会にも報告して、全会一致で承認をいただいたというふうに報告をされました。実は私、その選挙での説明の時に、議長からこれでよろしいかという、ね、問い合わせがあった時に、私は挙手をしなかったんです。で、それはなぜかと言いますと、この日程、工程、工程のみの、示され方で、誰の指示のもとに、まあ、誰がどのように積み出してどこへ運び出すのかと、まあ、その後どのようにするかというようなね、どのように処理をするかというようなことが何も明らかになっていなかったから、どうしてもこう手が挙げられなかったんですね。まあ、しかし撤去の工程が示されているものですから、この工程通りに実行されることはもう最低限の住民の願いで あると思いから、異議を唱えることはいたしませんでした。しかし説明会の中でも具体性がないと、やはり市民の方からも声が出ていましたけれども、本当にこう疑問だらけの工程表だなというふうに市民側から見れてしまうと思うんですね。そこでちょっとお伺いしますけれども、その場所を変えて不法投棄されるのではないかという質問が出されていました。で、県はマニフェストで確認しているから大丈夫ですと答えておられましたし、それからペーパーだけのペーパーの上だけで出されていると、これで信じられるのか、これもともとが不法投棄をした業者じゃないのかと、そういう不安というかね、不満の声も出されていました。これに対して県の方は、免許を持った産廃業者ですから大丈夫ですと、まあ、繰り返されていましたけども、これ市としても再度の不法投棄は絶対にないと、その確信を持ってこの県の主張を全てを信じて情報は共有していくと、そういうことで、行かれるということなんでしょうか。山田市民環境部長。お答えいたします。先般の12月7日の地元の、まあ、説明会の席でも、そういう、まあ、市民の方からの ご質問がございました。確かに、まあ、こう搬出先とか、まあ、そういう搬出業者というのは、まあ、公表されないという部分がございますが、ただ、まあ、県といたしましても、いわゆる、まあ、こう処理、今回、まあ、廃棄物という形のこう処理がされるということで、いわゆる、まあ、配送法に基づいた、まあ、処理がされるということで、まあ、職員が、まあ、現地に
出向いて、まあ、処分場も確認されということで、それで、まあ、こう説明もございましたことから、今回は県のいわゆる、計画通りにこう実行されることをこう見守ってまいりたいというふうには考えております。以上です。以上。福井節子さん、当初知事はその撤去を求める声に対して出口がないというふうに言われていたと思います。で今回出口ですね、まあ、その処分、まあ、保管するのかちょっと分かりませんけども、そういうのが見つかったんでしょうか。県外へ、持ち出すということだけが示されていますが、どこへ持ち出されるんでしょうか。山田市民環境部長。お答えいたします。まあ、今回、搬出先でございますけれども、県の方でまあ公表をされておりません。ただ、まあ、今回、この事案に関する業者からのこう自主的なまあ撤去というようなまあ申し出があったということで、いわゆる、まあ、ご承知のとおり、まあ、搬出のまあ計画がまあ提出されたということでございますが、その、まあ撤去の条件にいわゆる、まあ搬出先をまあ公表しないというようなまあ条件であったということで、まずは、まあ、県としては、撤去を優先に考えて、まあ、非公表というような、まあ、形にしたということで、説明があったところでございますし、先ほど申しました、まあ、こう排出先等についても、まあ確認をしているということでございますので、まあ、今回、まあ、こんな形で、まあ進んだということでございます。山田市民環境部長、質問されたことに対して簡潔に答弁をしてください。ありがとうございます。以上。はい、福井節子さん。現状回復計画実行者を本事案に関係する企業と書かれています。それから実際に登記したものも関係者としか明らかにされていません。こうしたことがもうすべてですね、公表しない、こうしたことを条件に撤去を優先すると、こうしたまあ、取引というんですかね、こういうことがあったということなんですね。山田市民環境部長。お答えいたします。まあ、今回の撤去につきましては、県の方でいろいろ、まあ、その原因者の特定ということで、まあ、調査が確認がまあされていたところでございますけれども、いわゆる、まあ、県のいわゆる状況の中では、まあ、行為者が、まあ、特定をされていないと、特定をされていない中で、今回、まあ行為者による、まあ、こう申し出があったということでございますので、あくまでも、まあ、業者なりとの特定はできていないというような形で、もうこういう表現になったというふうに理解をしています。以上。福井節子さん、説明会の場で市長と議長が県の方と、まあ、ちょっと離れてましたけども、こう並ぶ形でですね、前に座られてましたね。これはやっぱり市民の側から見たら、こうなんていうんですか、こう同じ立場で、県と市は同じ立場で、皆さんにもう説明をされているんだなと、もう情報も責任も共有しておられるんだなというふうに、映ったと思うんですよ。私もやっぱりその方にそういうふうに感じましたし、でそんな中でその原因者が特定されていない中で、少なくとも撤去を最優先した、まあ、これは市民のためにということで、ね、考えておられると思うんですけれども、しかし本当にそういうことで良いのかなというふうに私は思うんですけどね。これは犯人探しをしようと思っているわけではないんですね。再発防止をどうするかって、国に放射能汚染物の全国拡散を防ぐ手立てをどのように取らせていくか、まあ、そういうことを言える市や県ということだと思うんですね。
まあ、だからそういうことで、きちっと対応をしていただきたいというふうに思うんですけどもね、そういう意味では持ち込まれた経緯、手段、ルート、関係した事業者や個人、関連する自治体や国とも連携を図って原因を究明することが必要だというふうに思うんです。その原因者が分かりませんではちょっと市民は納得できないなというふうに思うんですけどね。またその原因を明らかにしなければ第2第3が起こる可能性があります。二度と起こさせないために原因究明をしっかりすることが必要ではないかと思うんですけども、それは、まあ、原因究明が必要だというふうにおっしゃいましたけども、どういう手だと取られるんでしょうか。副委員、はい、12月5日にの地元説明会に市長と本職が寄せていただきまして、はいはい、県と、前段前の席でありましたけれども、はい、一度区切って、はい、席を設けていただきましたが、はい、市長はその時に、住民の市民の立場になって県の方に物を申されておりますのでね、はい、そういうような感触はですね、それは福井議員だけがそういうふうにお持ちだったと思いますし、そういう偏見というか言いますか、市民の立場に立って、市長も本職も出席をいたしておりますので、ちょっと、誤解のないようにしていただきたいというふうに思います。議長、はい、副議員、はい、その時に市長もね、市民の立場に立った質問を県の方にもされていましたので、確かにそういう部分はあったかと思うんですけども、やはりその同等にこう前に並ばれましたのでね、まあ、そんなふうに感じたところもあるということです。私だけが感じたのかどうかは知りません。それは、はい、それでは部長にお願いします。山田市民環境部長、お答えいたします。このも県につきましては、県は今回の、まあ、撤去につきまして、まあ、撤去とそれから、まあ、刑事告発なり、また今後の、まあ、原因究明につきましては切り離して、まあ、考えるというような、まあ、こう説明もされていたところでございまして、まあ、引き続き、河川法との告発に向けた手続きを進めるというような、まあ、こう説明があったところでございます。以上です。福井節子さん、はい、まあ、撤去作業を最優先にしていただく、そしてまたその後ですね、やはり法的な手段が講じられればそれも可能性があるということで、もうぜひきちっとした原因究明を進めていただきたいということをお願いしておきたいと思います。それから市としても県とともにですね、作業現場に常駐をして状況確認をすべきではないかと思うんですね。撤去の作業、それから運び出し、どこへ持ち込まれるか分かりませんけども、運搬、処理場、保管場所への搬入、最後までを市としてもやっぱり見届けていただきたいというのが市民の願いだと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。山田市民環境部長、お答えいたします。県の方は職員、県職が、まあ、2名、まあ、常駐するということで、説明がされておりましたし、まあ、作業の実施について、まあ、確認をするというような、まあ、ことでございます。まあ、市におきましては、まあ、随時その作業状況、また、まあ、計画通りに進んでいるか、まあ、どうかにつきまして現地に、まあ、こう出向いて確認をしてまいりたいというふうには考えております。以上です。議長、福井節子さん、環境部だけではね、なかなかやっぱり職員さんの都合とかいうのもあって大変かもしれませんけども、防災の方、また政策部の方、まあ、いろんなところとの協力を求めながら、ぜひともそこら辺の、撤去のについての見届け、これをきちっとやっていただきたいと思うんですね。放射能残存ゼロ確認を最後にして、初めて撤去は完了したと言えると思うんですね。
ですから、まあ、そこまでの一刻も早い確実な撤去作業と原因究明を行っていただきたいというふうに重ねてお願いしておきたいと思います。それから、8000ベクレル以下は健康に害を与えないという国の基準を改めさせることが必要ではないかなというふうに思うんですね。事故の大きさや被害を小さく見せようとするこうなんか恣意的な思いを感じてしまっているのは私だけではないというふうに思います。これは実際に説明会にいらしてた方もそういうお話をされていました。で今回のチップでも私たちは11月22日に県の職員さんが入って調査をされているところにも行き合いましたし、また議会の3県での調査にも一緒に参加をさせていただきました。でこれ県の説明をされていた方がおっしゃってたんですけども、国基準に沿って検査をして、まあ、高くて3900ベクレルしか出なかったと、以前 NPO が計測して1万2000と結果が出たことについて乾燥させて測るようにはなっていない、8000を超えると国の管理下に置かれて動かせなくなってしまう、1万2000なんて簡単に言われたら困るというような発言をされていたんですね。ちょっとこれを聞いて私は怒りを感じたんですけども、これ3900も1万2000ベクレル、この数値もですね、同じこのチップから計測された実際の間違いのない数値なんですよね。で含水率の違い、70% だったか乾燥させて測ったかの違いで、違いでこの数値が出たということですし、もし火がついたら濃縮をされて 33.3 倍になる、まあ、そういう代物ですからね、まあ、どんな大変なことになるかなという思いがするんですけども、まあ、放射能とはそういうものなんですね。で埋め立ての基準はあくまで国が定めた8000ベクレル以下であるということなんですけども、これ北九州市では市民の安心を得るための目安として管理目標を設定して、被害は330ベクレル以下、それから種媒は100ベクレル以下としているというふうに、調べましたら出されていました。やはり私は市民の安心のためにはこれくらいこの厳しい数値の設定が必要ではないかなというふうに思います。拡散をさせないためにも県と連携を図って国に対して厳しい基準設定を要求していくべきではないかと思うんですけども、その点ではいかがでしょうか。山田市民環境部長、はい、お答えいたします。ご議員申されました、まあ、8000ベクレルという、まあ、こう基準でございますけれども、これは、まあ、いわゆる、まあ、放射能を含む廃棄物を安全に、まあ、こう処理するための、まあ、基準が、まあ、国の方で現在、まあ、定めて、ある部分でございます。まあ、8000ベクレル以下については、まあ、一般廃棄物として、まあ、処分できるということでございますが、ただまあ今回のまあ事案もそうですけれども、なかなかこう処分先が見当たらないということもございますし、処理がまあ困難な状況にまあございます。まあ、そういったことから考えますと、いわゆる、まあ、放射能を含むまあ廃棄物については、まあ、放射能の濃度にまあとらわれることなく、まあ、国の方に、国の責任において、まあ例えば、まあ、最終処分場をまあ確保するとか、まあ、そういうな形で、まあ、円滑にまあ処分がまあされるような形が必要でないかなというふうには考えておりますし、ただ、まあ、県においても、今回の事案を受けて、県議会の一般質問の中でも、知事が答弁されておりますが、いろんな部分で今回の、まあ、こう事案を受けて国に対してこう擁護していくというようなことも申されておりますので、まあ、そこら辺も市もこう、いろんな部分で、まあ、こう情報共有の中で求めていきたいというふうには考えております。以上です。8000ベクレルが、まあ、適切な基準かどうかっていうのは
我々もそういう知見を持っておりませんので、それについてのコメントはできる立場にはございません。でただ現状での要するに処分をする時点でのキログラム何千ベクレルという基準ですので、まあ現状のままの、測定であり評価をすることについてはまあ妥当なんではないかなというふうに思っています。議長、先ほど部長がおっしゃいましたけれども、基準にとらわれずに、放射能に汚染されたものはやはり処分の状況をきっと作るということが適切ではないかなというふうにおっしゃったと思うんですけどもね。私は先ほど北九州が330、100というね、そういう基準を決めていると申し上げましたけども、実際はその基準にとらわれずに、やはり福島第一原発で起こった放射能汚染、それに関わるものは全てをやはりきっと国の管理の下で処分を考える、それがまあ当然のことではないかなと思うんですけども、ところが実際にはそのこと自体がもう難しいということだと思うんですね。ぜひ住民の立場に立って、このことはやっぱり県と一緒になってぜひ、そうした基準、今国が決めている8000ベクレル以上か以下かというね、そういう基準ではなくて、もっと市民の命や健康を守る、国民の健康を守るという立場に立って、この放射性、汚染物質の処理について考えるようにということで、県とともに行動をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。それから近隣住民の健康被害に寄り添った対応を求める質問が同僚議員からもありました。私も住民の方、特にお子さんをお持ちのご家庭の方からは心配な思いをお聞きしました。県の対応として、市から不安をお持ちの市民に対する対応を求められれば、今津保健所に保健師もいるので対応できると言われているとのことでしたので、ぜひ市の方から要請をしてつないでいただきたいというふうに思いますけれども、その点ではいかがでしょうか。またの健康福祉部長。はい、お答えいたします。現在のところそういったこの汚染水の問題に関しての健康被害、もしくはそのようなご相談というような事案はないのですけれども、私ども各地域にこう保健センター、またご本庁にはこう健康推進課というものを備えておりますので、その時点で の, このご相談上がった場合、全般的な健康の被害という部分での受付も行っております。ただ、放射能という部分につきましてはこう非常にこう専門的な知識の有するところではございますので、受け入れられる部分についてのご質問に対してはお答えはできますけれども、それ以上のことにつきましては専門機関であるとか、そういった施設についてのそういった専門施設のこう、アドバイスもいただきながら、対応させていただきたいというように考えております。以上です。以上、ご伊勢津子さん、相談件数が初日の質問の中で出されていましたけれども、その中でですね、部の方からは、電話番号を知らせるという、対応をされていると、県の方の電話を知らせるから、そこで対応してもらってくれというね、そういう対応をされているというようなことをお聞き、してたんですけども、やはりそうではなくて、きちっとそうした健康被害を心配されている事案がありましたら、その点は、やはり健康福祉部、今、部長答弁いただきましたので、そうした市とそれから県へつなげる場合は県へつなぐという、そういうきめ細かい対応をしていただきたいというふうに思います。町の保健師さんも一緒になってぜひ支えて、行っていただきたいというふうにお願いしておきたいと思います。でもう一点ですけども、北船木の方からも不安だと、被災していないだろうかという心配の声をいただきました。近隣の集落に入っての計測ができないものでしょうか。どうでしょうか。山田市民環境部長、お答えいたします。
今回の、まあ、事案に関しまして、いわゆる、まあ、県の方でございますけれども、いわゆる、まあ周辺地域の、まあ、放射能の測定ということは、いわゆる、まあ、撤去中、また撤去後においても、まあ、実施するというような、まあ、ことがこう言われておりますし、まだちょっと具体的なモニタリングの場所とか、そこら辺につきましては、まだこう、明らかにされていない状況でございますが、一度、まあ、そういう、まあ、市民の方の不安という部分がありましたら、まあ、県に対して、空間線量等の、まあ、測定につきまして、申し入れなりをさせていただきたいというふうには考えております。以上です。以上。福井節子さん。県の説明の時には、確か、チップが敷かれている、その土壌とかね、それから、まあ、その周辺、をきちっと測って、もしも、放射能があれば、そこの土も取らなければならないというふうな説明があったと思うんですね。ところがやはり地域の人たちは心配をされてまして、対岸の住民の方ですね、そういうところは実質的に、それも高さをね決めて1メーター50センチ10センチというそういう地面に近いところほど強いやっぱり放射線が あるということで、そういう心配もしながら測られていますし、それから今在家とか下川とか、やはりそういう地域、ほんま近くの地域集落 の方だけが対象ではなくて、北船木というとちょっと離れているという思いを持たれるんですけども、やはりそういう地域の方も心配をされているということでね、各個人の家をというわけにはいかないでしょうけども、やはりこう拠点を持った計測をぜひしていただきたいと思うんですね。それもできましたら、やっぱり現在がどれぐらいか、撤去後がどれぐらいか、それから数ヶ月先になるのか1年先になるのか、やはりそういうその継続した調査も必要ではないというふうに思うんですけども、その点ではいかがでしょうか。山田市民環境部長。お答えいたします。ちょっと、まあ、どこら辺までがこうさせていただけるかという、まあ、県のこう考えもございますし、まあ、そこら辺一度、まあ、県の方に、まあ、申し入れをさせていただきたいというふうに思います。福井節子さん。はい、そういう心配の声が地域周辺地域の住民からも出ているということをぜひ知らせていただいて、市も計測器をお持ちですしね、ちょっと正確な数値が出ないということはおっしゃってましたけども、それでもやっぱり地元の人たちにとっては、そういう簡易の計測器でも測っていただけると、まあ、安心されるかなと、安心なのか、まあ、不安になれるかもしれませんけども、実態をやっぱり掴んでもらうということは、いいのかなというふうに思いますので、ぜひ、その辺も市としても努力をしていただきますようにお願いをしておきたいと思います。それから、先月沖の地域住民を対象にして原子力防災避難訓練が行われました。問題点や課題はなかったでしょうか。牧野から新朝日へ移動してスクリーニングを行って、さらに宿川の体育館に移動し用素剤服用の問診が行われたということですけれども、スムーズに、訓練は行われたんでしょうか。宇川防災官。はい、お答えします。訓練でございますので、ある、まあ、シナリオを想定した中で、実証的に訓練をしていくと、それと住民の方への、啓蒙というか、どういう流れになるんだというようなことも含めて、実施をいたしましたものでございまして、大きな問題点ということがあったというふうには捉えておりません。一応計画通りにやらさせていただいています。しかしながら、実際やってみますと、屋内退避の、指示をし、その後に避難指示をしたということで、一時避難所に、バスの乗るところに集まっていただいているんですが、その時の、人員掌握にも、時間もかかりますし、それから今回、直接避難所に行くんではなくて、
UPZ 出たところでスクリーニングポイントというのを、新たに設けて、そこでスクリーニングをやったと。でスクリーニングについては、昨年度も、やっておりまして時間がかかるというのは、昨年度も、そういう評価をしておりますけれども、今年も時間的にやはりかかる。したがいまして、測定器というか測定班を、若干増やすとかですね、そういうことです。でそれと汚染地域と汚染地域外という UPZ 内外で、バスの乗り分けをするということを考えますと、バスの所要量もさらに必要になってくるだろうというようなところも問題、それから、避難所で、今回、安定要素材の、説明服用要領を説明させていただきましたけれども、そういう個人のアレルギーだとか、そういうものを問診で、正確に把握できるかというところについても、なかなかそれは細かく言えば少々問題点はございますけれども、訓練自体として、基本的にはスムーズに実施をさせていただいたというふうに評価をしております。議長、参加された方も、今日は訓練だから行ってスムーズに行ったけども、これが実際になったときには、パニックってどうなるやろうなという心配をされてたというふうな声もお聞きをいたしました。要素材については、ライル自体を想定して備蓄と服用について、これまでも、当議員団としては提起をしてきたところです。かつに服用してもらえる対象を考えなければ備蓄しているけども肝心な時に飲めないという、ことになってしまいます。避難計画でも原発事故が発生した場合、市外へ逃げれるのは4000人弱と、先ほどバスのことも言われましたけどね、そういうことになってますので、道路事情ということも本当に心配されます。で現在のその避難計画で市民の安全、これはもうどうですかね、防災官としては、大丈夫だと言い切れるその計画ができているとお考えでしょうか。古川防災官、原子力災害対策編につきましては、本年度を当初に基本的には作らせていただいておりますが、先ほど言いました、安定要素材にしろ国の指針等のたびたびの変更もございますし、まだ指針で明確にされていない今後の検討という部分も残されておりますので、そういう意味では、まだまだ変更をしつつより良いものを作り上げていくという姿勢で臨んでいきたいと考えております。議長、福井節子さん。福井の原発群を間近に控える高島市ですけども、私たちは心配ばかりして毎日を生活をしていくことはできませんので、一定事故は起きないだろうとそういう思いで生活をしていると思うんですね。しかし絶対はなくて、いつ起きるかわからない。また一旦原発事故が起きれば福島と同じ状況が起こることは私たち市民は本当に理解するところです。そしてそれは今回の汚染木材チップ椎茸原木のように燃やすこともできない、処分の方法がないというとんでもない代物を作り出してしまう。さらに原発の中は使用済み燃料棒という全く人間がコントロールできないものを溜め込んでいる。そのことを問題視した小泉元首相、もともとは推進してきた立場だったと思うんですけどもね、そうした方も原発廃炉の訴えを始められました。で市長もこれまでの経済活動があるの答弁を改められまして、原発即時廃炉の決断を市民のために命と財産を守り抜く立場に立ち切る行動として決意を再度求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。市長にお願いします。福井市長、お答えいたします。本件に関しましては、これまでから各定例会のご質問等でお答えさせていただいておりますように、基本的に私は脱原発の流れが必要であろうという認識をしておりますし、一方で現実の経済活動あるいは教育、医療、福祉、さまざまな社会生活の現場を見た場合に、果たして即刻原子力発電によるところの電力供給がストップできるのかどうかということを現実的に考えた場合に、これがなかなか今の現実社会においては極めて困難な課題であろうというふうに思いますので、ただ
それに代わる代替のエネルギーの開発等については必要であろうというふうに今考えている、まあ、そのあたりの答弁につきましてはこれまでと同様でございます。部長、福井節子さん、先ほども申し上げましたけど、小泉元市長はもともとは推進してこられた方だと思うんですね。それがやっぱり、ヨーロッパの方に、勉強に行かれて、もうこれは原発は廃炉しかないというふうに、考えたということで、そうした発言を始めておられるんですね。で、市長はこれまでと考えは変わらないということですけども、その福島の現状を見たときに、実際にその経済活動、それから医療や福祉、いろんなところに電気が必要だ、そういうその現実が福島で、保たれているのか、命や先祖代々受け継いできた家やまた家族の健康、そういうものがその経済活動の下にあるのかなというふうに思ってしまうんですけども、その辺はやはり変わらないんでしょうか。福井市長、お答えをさせていただきます。その対比する、まあ、比較の、まあ、材料として今の福島の現状を、まあ、対比をするということはいささか議論に飛躍があろうかなと思います。現在の関西、あるいは滋賀県、あるいは高島の今の置かれている状況から、私はそのような発言なり、あるいはそうした考え方を、まあ、持ち合わせているというところでございますし、小泉元市長がそのような判断をされたことに対しては、それがその立場で、あるいはお考えで、そういう表明なされたものであろうというふうに、まあ、考えるところでございます。議長。福井節子さん。福島の現状というのは、福井に原発群を抱えている高島市民にとっては同じだと思うんですよね。そう、私は全然違うところではないというふうに思います。一旦事故が起きれば福島の状況と高島は同じ立場になってしまう。これはやはり原発即時廃炉を願っている市民の皆さんからするとそういう思いでおられると思います。それから現在原発は一機も動いていません。その中で今暮らしも、それから経済活動も医療も全てが動いています。夏も冬ももうなしの時期を過ぎてきました、過ごしてきました。これなくてもいけるんですね。そうした中で原発も再稼働をしない、そうした決断を、まあ、本当は国がすべきだと思うんですけども、この高島からもぜひとも発信をしていただきたいというふうに私は重ねてお願いしたいと思います。私は福島の党議員さんなどにちょっと聞き合わせをしている中で、本当にこう愕然とする実態をお聞きしました。福島では8000ベクレル以下のものは普通に焼却をしているそうです。まとまった量の産廃で一定の線量があるものについては単純には焼却できないので、実は行き場がなくて困っているとおっしゃっていました。で、県内の阿武隈山系は木材の産地ですが、木材の樹皮や牧草などがまさに行き場がなくなって、県内でもその焼却施設のあり方が問題になっています。焼却しなければ地域の主要産業が仕事にならないし、焼却すれば放射性物質の負担のリスクもあるというジレンマに陥っていると言われていました。バグフィルターで相当程度は除去が可能ということですが、もちろん完璧ではありません。これが原発事故自治体の実態で、住民の健康被害に加害者の東電も国政府も全く無責任極まりない状況があるということをお聞きして、本当にこう悲しく情けない気持ちになりました。その方は片知事のクリスマスプレゼント発言は本当にこう真剣さを欠くものですが、出口がないというのは確かにそういう側面があります。これが原発事故の本質であり、異質の危険の表れですとおっしゃっていました。今原発は一機も動いていません。市内でも小さいものからメガソーラーまで増えてきています。市民は安全に暮らせなければ命の保障も経済活動も望めない、それが原発事故です。
市長には市民の命第一に考えて、ぜひとも行動し発言していただきたいというふうにお願いして、次の質問に行きたいと思います。2項目目の生活保護費申請と心配されます保護費の引き下げによる影響についてお伺いいたします。国は総額670億円、平均 6.5%、最大 10% という過去に前例を見ないような大規模な生活保護基準の引き下げを決め、本年8月から引き下げが始まりました。食料品や光熱費などアベノミクスによる物価高騰の中の引き下げは、生活保護利用者である低所得者の生活を直撃すると、全国で1万191名の方が全ての都道府県で不服審査請求を提出されました。今回の大幅引き下げはデフレを理由にしていますが、アベノミクスは 2% のインフレ目標を掲げており、電気代やガソリン代の値上げなど著しいものがあり、生きていけないとの声が私たち党議員団にも届いています。また生活保護申請を躊躇されるような調査強化が行われていることが、国会の共産党小池晃参議院議員の質問で明らかになりました。そこでお伺いいたします。生活保護申請には申請者の親族、親子や兄弟姉妹に対し収入などを報告する自治体の調査、扶養届書の提出を求められます。小池質問後、厚労省から調査書に対し是正文書が届いていると思いますが、当時でも是正が行われたのでしょうか、お伺いいたします。2点目に、保護費基準の引き下げによる影響については事前にお聞きしました資料によりますと、心配されるのが就学援助費の制度利用者です。利用者469名中15名が影響を受けられるとされていますけれども、約100万円の影響額となっています。これこそ是正が必要ではないでしょうか、ご答弁よろしくお願いいたします。福井節子さんの2問目の質問に対する、当局の答弁を求めます。以上、健康福祉部長。またの石原健康福祉部長。それでは質問番号の2の1点目にお答えをいたします。本年11月8日付で県を通じまして、厚生労働省からの生活保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を、確認するために使用する扶養届書等の、様式、いわゆる扶養紹介書等に係る表記について確認がございました。誤認させる恐れがあると表現となった場合は、必要な対応を行うよう通知がございました。これを受けまして本市が使用する生活保護システムを確認いたしましたところ、通知内容と同様の誤認させる恐れがある表記となっておったことから、おりましたことから、システムの改修を行い、様式の訂正を行ったところでございます。以上です。上原市教育次長。次に2点目の生活保護基準の引き下げによる影響についてでありますが、就学援助費の給付につきましては、世帯全員の所得総額から必要経費を控除した額が、世帯構成の状況において算出した基準生活費の合計額に 1.2 を乗じて得た額以下の場合認定することとしております。就学援助費給付対象保護者の範囲をどこまでとするかについてでございますが、今回の生活保護基準の引き下げによる影響とその対応について、今後県内他市の状況も勘案し検討してまいります。以上でございます。議長。福井節子さん。一点、この扶養届ですけども、これによって受けられなかった、保護が受けられなかったという方がなかったでしょうか。以上。またの健康福祉部長。この通知は先ほど申し上げましたように11月8日付での確認がございました。それからシステム会社の方へ早急に確認を取り、11月19日付での訂正を行ったところでございます。その間の申し出者はございませんでした。なお、もしあった場合については、手書き、手打ちと申しますか、こちらの方で作った形で対応する予定となっておりました。以上です。福井節子さん。保護費、就学援助なんですけども、この資料には現在検討中と記されてあるんですけども、どのような検討がなされているんでしょうか。
上田市積極議場。6月の議会で、ご質問をいただきました時から、検討課題といたしまして、まず本市の就学援助費の認定の方法についてまず十分精査し、そして他市町の状況も調べながら、若干の違いがございますが、そのあたりを調べ、そして先ほど申されました15人については本年度の所得並びに認定状況で次年度どんだけの人に影響が及ぶ可能性があるかについて調査をし、そして今後経済的な理由で就学援助が必要な経費の負担にお困りな方の積極議場、はい、時間が参りましたんです、はい、はい、ありがとうございました。以上で15番福井節子さんの質問を終わります。